はい、こんにちは。今回はね、以前からやってみたい、やってみたいと思って、なかなか一回もね、挑戦してなかった、Uber Eats にちょっとね、注文してみようかなと思ってます。Uber Eats、昨日ね、ポストに2500円割引っていうのがね、あったので、プロモーションコードを入れてね、ちょっとね、注文してみたいと思います。何にしようかな、2500円割引なんで、ちょっと美味しいものを、注文してみましょうか。辛麺やコンポとか、タン屋とか、なんか美味しそうなものが、ありますね。これは、エビチリソースとかある。これ美味しそうだな。なるほど。待って。これどこの、カレーもあるな。結構いっぱいあるけど、なんかどれにしようか悩みますね。悩むんですけどね。さっきのこれ中華、これにしようか。2500円割引になりますって書いてますね。よっしゃ、2500円割引になっちゃう。じゃあ、注文しましょう。どれがいいかな。エビチリソース、五目焼きそば、酢豚もいいかな。これ酢豚、普通盛りとかあるんですね。酢豚、これちょっと注文してみましょう。で、カートに追加する。はい、そしてあとね、ご飯もの、チャーハンか麺、担々麺か何、チャーハン人気がありますね。チャーハンにしようかな。これ、五目チャーハン。これ、注文。で、2060円ですね。そして、サイドメニュー。杏仁豆腐がある。よし、この杏仁豆腐。これ、注文。で、追加。これで2380円だな。2500円になればいいんですよね。そしたらね、どれしようかな。春巻きもいそうだな。半チャーハンもいいな。サイドメニュー。ウーロン茶にしようかな。ウーロン茶。で、追加。と、2530円で、2500円超えたんで、これでいいのかな。はい、これでカートを見るってタップすると、こんな感じで、追加されましたんで、2380円になった。なんだこれこれこれ、2500円お得ですよっていう書いてますけれど、これでお会計に進むっていうのかな。はい、これで、もう一品欲しい時に、もう一品もいいですね。ごま団子をもらおうか。はい、続行。で、これで、これは玄関先で受け取る。これ栗も書いてるんですね。面白い面白い。なるほど。これで、550円なんだ。550円。これペイペイじゃなくてカードを使おう。カード支払いにしましょう。はい、これで OK なのかな。はい、カード切り替えました。そしてこれで、550円でいいんだ。すごい。こんなに注文して、酢豚、五目チャーハン、柔らか杏仁豆腐、ウーロン茶、ごま団子注文して、プロモーションコードを使って、なんとね、550円ですね。はい、次へ行きましょう。で、これで、注文する、チップを追加するって書いてるけれど、これチップ追加するんですね。これ、頑張って運んでもらえますから、チップを10%追加してあげましょうね。はい、これ注文する。注文確定してます。玄関先で受け取る。はい、のりふみ様。はい、これで OK なのかな。 OK でございますか。しばらくお待ちくださいが出ました。これで12時45分。結構時間が、かかります。ご注文承りました。現在、対応中です。最も遅い到着予定時刻、午後1時10分。はい、最も早い時間で12時45分なんで、
はい、それまで、待ちたいと思います。はい、なんか画面が、切り替わりましたね。はい、今注文の品のピックアップに向かっていますって書いてます。はい、ちょっとね、個人情報があるので下の方、隠してますけど、安全対策を確認くださいって書いてる下に、配達員の方のお名前が、載ってます。ちょっとこれ、はい、地図はこれ固定なのかな、面白い。これで今ルート、あ、今自転車が動いている。これどっちから来るの、どっちから来るんだろう、どっちから来るかわからないけれど、私の家分かっているんですよね。あ、これ GPS かなんかで、あ、これ面白い。あ、これずっと見ていられる。あ、サレンコでも向かってますということなんだけれど、配達の準備をしています。今12時30分なんで、あと15分ぐらい、まあ、それ以上かかるかな。で、これはどこに向かってるの。あ、今お店に向かっているんだ。チャイニーズテーブル四川っていうのが、あの地図の上の方にあるから、今そのお店の方に、自転車に乗って向かって行ってますということなんですね。あ、はいはい、わかりました。しばらく、様子を見たいと思います。はい、もうすぐねお店に到着します。あ、これ面白いですね。リアルタイムで今どこ走ってます、どこに向かってますっていうのがわかるから、あ、これいい、このアプリ。このね、多分お店は、ホテルの何階かにあるんですよね。だからここにお店に着いて、自転車を止めて、でそれから荷物、商品をピックアップしてということなんで、若干ね時間かかるのかな。ご苦労様です、お疲れ様です。階段を上って、まあ、エレベーターがあるからエレベーターを上って、商品を取りに行くんでしょうね。あ、もうすぐ、お店に着きますね。あ、これ面白い、面白い、面白い、面白い。あ、今、立花通り、メインストリートのデパート前の交差点付近ですね。今信号待ちになってるのかな、止まってるような感じに見えるんですけれど、あ、これいいですね。私もクロスバイクあるから、ウーバーイーツやってちょっと、お金稼ごうかな。どのくらい儲かるんでしょうかね、まあ、それ、分かりませんけれど、まあ1日何千円っていうレベルでも、まああのね、あのトレーニングトレーニングになるのかなと思うんですけど、まあ、雨の日もやらないといけないというところが、まあ、大変かなという感じなんだけれど、まあ、雨の日は避けて、曇りの日、天気の良い日で、夜は避けて、お昼間、まあ、夜が一番多いんですよね。夕方か晩ご飯で食べるっていうのがね、はい、ということなんで、まあ、お店に着いたのかな。あ、今また動いた動いた。あ、信号待ちかなんかだったんだろうか。今若干動いてますね。はい、動いてこれお店に着きましたという表示になって、それから今度私のアパートの方にまた画面が切り替わるっていうことでしょうか。はい、ちょっと、様子を見たいと思います。はい、画面が、変わりました。今自転車動いてます。今私の家の方に、アパートの方に、向かっております。はい、いや面白い、面白い。あの、私の個人情報もあるんで、私のアパートは、ご紹介しませんけれど、まあ、ここの画面まではまだいいでしょう。あ、面白い。12時46分に時間変わったけど、多分今も40分ぐらいなんだけど、あと6分ぐらいで来るのは難しいでしょう。はい、まあ待ちましょう。安全運転で、お越しください。よろしくお願いします。今信号待ちかな。はい、しばらく様子を見たいと思います。はい、なんか電波状態が悪いんでしょうか。なんかピョンピョンピョンって飛んでるような自転車がピョンピョンピョンって動いたんですけど、あ、もうどん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 近づいてます。
はい、もうこれ、大体どこ走ってるのか、私、わかりますんでね。あ、面白いね。で、1分で来るかな？あそこ曲がってくるんだ。すいません、モザイクにしてますんで、申し訳ありません。あ、もうすぐ来るよ。はい、来た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 。はーい。はい、届きましたよ、届きました。はい、今回初めて UberEats で中国料理をね注文したんですけれど、はい、ちょっと注文した品よりもちょっと多くないっていう感じなんですけれど、注文したのはね、この酢豚、そして五目チャーハンと杏仁豆腐と、ごま団子、そしてウーロン茶1本だったんですけど、ウーロン茶2本と、あと白ご飯もついてきていて、箸が、2膳あるんですけれど、これウーロン茶1本と、白ご飯ってこれ、もうこれ届いてるからしょうがないんだけど、いただいていいんでしょうか。なんかね、その明細書っていうのはアプリに書いてるんだけど、こういったね、チラシが、書いてあって、ここにも何も、書いていないんですけど、アプリにはね、ちゃんと、明細書いているんで、そこには白ご飯とウーロン茶はなかったんですけれど、まあ、いいか。ね、届きましたんでね、美味しくいただきたいと思います。ありがとうございました。はい、じゃあいただきます。はい。このお店はね、いつもウォーキングで歩くところの、ドン・キホーテの入っているところのホテルがあるんですけど、そこのホテルに四川という中国料理のお店があって、僕ね、一回ね、ウォーキングの帰りにお弁当を買ったんですけど、まあ意外とね、美味しかったというか、もう美味しかったですね。はい、本場の中国料理でしたんでね、はい、美味しかったんで、いただきますね。酢豚。これ酢豚です。酢豚。で、これ五目チャーハン。いっぱい食べると、また太るんですけれど、まあ食べてみよう。あ、これチャーハン、これ、スプーンを使った方がいいかな。はい、いただきます。お味はどうかな？まだあったかい。まだあったかいです。あ、おいしい。なんか、昔、懐かしい、チャーハンという感じ。上海に3年間住んでたんですけど、上海でも、似たようなチャーハンを食べてましたんで、美味しいですね。酢豚も食べます。これ美味しそうだな。あ、この酢豚、パイナップルの入ってないやつ。僕はね、パイナップルあまり好きではないというか、まああってもなくてもいいんですけど、なければね、ない方がいいなと思ってますけど、これ、パイナップルが入ってない酢豚。パイナップルが入ってるのは日本人向けなんですかね。わかりませんけど、あ、美味しいわ。美味しかった。五目チャーハンと酢豚完食です。で、これ、デザートもちょっと味見しようか。これ、杏仁豆腐。ちょっと待って。はい。
杏仁豆腐はどうかな。いただきますね。おいしい。あ、プルンプルンプルンってしてる。杏仁豆腐もおいしい。このごま団子はどうだろう。ごま団子、ごま団子も食べて、もうよいしょ、もう手づかみでいっちゃえ。ごまが落ちるかな。あ、おいしい。はい。ごま団子もいきます。おいしいですね。はい、ということで、あ、台所見えてますね。ごめんなさい。今日はね、初めて、Uber Eats を、頼んだんですけれど、プロモーションコードを使って、2500円無料になるという感じだったんですけれど、実際、いくらお金払ったのかな？注文内容。で、領収書を表示。今日はね、柔らか杏仁豆腐、柔らか杏仁豆腐320円、ごま団子2個320円、酢豚、1180円、そして、五目チャーハン880円。あ、酢豚はご飯付きなんだ。はあ、普通のご飯で、0円。あ、だからご飯があったんだ。まあ、酢豚単品と思ったんだけど、ご飯が付いていて、まあ、ご飯は0円。ご飯0円ってすごいですね。そして五目チャーハンが880円。で、ウーロン茶、これ、1缶1個なんだけど、150円なんですね。はい、それで合計で、2850円。で、サービス料、配送手数料、とか入ったり、特別オファーが引かれて、プロモーションが引かれて、合計金額550円。550円で今回これ全部食べました。それプラスね、あとその配達をしていただいた方に、10% で320円かな、お支払いしたんで、全体では、870円なんですが、料金だけでは、550円でございました。はい、またね、プロモーションコードがあったりしたり、なんかキャンペーンとかね、あったりするときに、Uber Eats 使うと良いかなと思いますし、やはりね、まあこういった新型コロナウイルス感染症がね、まだまだ続いている状況なんでね、飲食店の皆さんは結構大変ですよね。頑張れって、頑張れということでね、こういったテイクアウトをね、ガンガン利用したいと思います。はい、ということで、今回はね、初めてUber Eats を使ってみたという動画でございました。今回この辺で失礼します。じゃあ、もう食べよう。